どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。今回も遊戯王デュエルリンクスという神ゲーをね、やっていきたいと思います。さあ今回はですね、まやかしデッキ、ちょっとだいぶ完成してきたんでやっていきたいなと思うんですけども、これね、もともとランク戦で使っていた人が使っていたギミックをちょっと参考にしていて、なんかね、めっちゃ天才あったんですよ。雪娘の効果って、まやかしがいると特殊召喚できて、でしかも特殊召喚するとデッキからアンデッド族を墓地に送るよっていう、まあ超強い効果を持ってるじゃないですか。でこれでアンデッド族最初何落とすかって、多分みんな妖刀を落とすかなと思うんですけども、これ次のターンにまた同じ効果を使うとまたはアンデッド送れるので、このレベル8のねアンデッド族を墓地に送ると墓地の妖刀の効果で28シンクロで10出せるんですよ。これ天才やなと思って、でちょっと組み込みました私のデッキに。この何がデメリットか、雪娘これフィールドに存在していると、まやかしモンスターしか特殊召喚できないよっていう、エクストラからっていう制約があって、こいつがいるとこれ出せないんですよ、知らぬ。だからこれを特殊召喚した上でアバヨで戻すっていう、これ結構ね、なかなか天才風のギミックで結構面白いんですよね。でこのデッキのね、やっぱりね、難点というか弱点というかね、知らぬいデッキもそうなんだけど、その初動が少ないっていう問題があるじゃないですか。で特にまやかしデッキって初動めっちゃ少ないんですよ。まあ本当はモノロベみたいなモンスターがいるんだけど、リンクスにはそれが来ていないので、もう2枚を揃えるしかないんですよね。基本的にその、まあ、ダッキーもしくはこの雪娘、この2枚のカードを、まあ、回転含めて、まあ合わせるしかない、手札にね、2枚コンボで。だからそれがね、やっぱどうしてもね、安定感が出ない要因かなとは思うんだけど、マトリョーシカシンクロができるとめちゃくちゃ強い動きできて、あとね、結構いいのはこれ引いちゃいけないカード結構たくさんあるんですよ。このこいつとか引いたら何もできないし、まあ、こいつはまあ引いても特殊召喚できるんでまだいいですけど、まあ、妖刀とかだから、こういうモンスターを環境メタカードの一種であるその、カオスハンターっていうねモンスターで、捨てて特殊召喚していくっていう、これ一応除外ができなくなるんで、相手が結構その知らぬい相手にも刺さったりとか、まあカイテロイドぶん投げられないとか、助けるとんで攻撃止められないとか結構あるんで、あともうまあ困っちゃったらね、このこいつのを、こいつの効果でこいつのリリースして出しちゃえばいいんで、結構ねこいついい仕事割とするんですよね、手札を捨てるっていう意味で。まあここはトラップカードの、まあ、因果切断とかそういうカードでもいいし、まあ先行でね妨害したいっていうことであれば魔導陣とかうざいじゃん、だからカオスハンターっていう、とにかくねブラックマジシャンマジでうざいんですよ。俺今ブラックマジシャンの世界一嫌いなんで、なんでもうブラックマジシャンガンメタするためにもカオスハンターと、コズミックサイクルをガン積みしてるっていう、まあそういうデッキです。早速ねデュエルやっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、石津石太郎選手。お、結構反動はいいね。これなんだろうな、墓所封印かなんかと思うんで、まあコズミックサイクルの方は結構強いですね。これ墓所相手にね、あ、ちなみにこのデッキ墓所られると結構やばいんですよ。墓所られるとマジやることないんで、なんで墓所をメタルためのコズミックサイクロンっていうのもあります。コズミックサイクロン打たれたらコズミックサイクロンにチェーンしてコズミックサイクロンするんで、要は1000ライフポイントを払ってその差を1000出したくないってことね。要するに相手よりも1000少ないと墓所できるんだけど、コズミックサイクロン1枚でされんじゃん。だからそうされないようにコズミックにチェーンしてコズミック打つっていうことも結構します。墓所一番やばいんで。で、レベル5シンクロいきましょう。さあ、マトリョーシカシンクロだと、これ本当に長いよね。これ OCG だとさ、よく対戦する、まあ俺まやかしデッキ組んでないんだけど、使う友達がいて、まやかしデッキもうなんか俺誘発ないなくてさ、増殖する G とかそのウララとかがないと、もう完全になんかもう、あ、もういいよ、分かった分かった、全部飛ばしていいから、もう9早く11出してみたいな感じになるんだね。この作業全部ぶっ飛ばすから、こんなに長いとはね、改めて自分で触って思うけど、すげえ長い、めっちゃ長い。これも飛ばしていいでしょ。これ相手に誘発ないかどうか聞いてさ、誘発なかったら飛ばしていいと思うんだよ。これもうなんか3と3から7までバッて墓地送って、おきこずないいいと思うんだよね。はい、魔導士 OK。 おらーおらー、一生使わせん、そのカードは、そのカードは一生使わせない。黒き森のウィッチ、なるほど。イリュージョンマジック、なるほど。
了解。イリュージョンマジック、なるほど了解。でブラックマジシャンか、はいはい、オッケー、了解了解了解。それやるってことはさ、一応ナビゲートかなんかはあるんだろうな。でウィッチ効果で、サイマジかな。サイマジ型もね結構強いですよね。コズミックサイクロン効かないっていうのが一番強いかなと思うんだけど、カードをセットでコズミックサイクロン、おらブラックマジシャンだバカだれが、ブラックマジシャンでボケ行くぜ。雪娘の効果を発動、特殊召喚、特殊召喚に成功した場合の効果、アンデッド族を墓地に送る。で2体のモンスターをリリースし、手札より、キツネだらけ、キツネだらけの運動会来た、キツネだらけの運動会来ました。でここでキツネを操りし、女出して、いいかっこよくね、この盤面クソかっこいいんだけど、これかっこよくね、これこれかっこすぎでしょ、これかっこいいよ、これ来た、ブラックマジシャン雑魚。よいしょ、6秒ボタン押してなかった、大丈夫かな、大丈夫だ、 OK。 用途送るで3シンクロしていく。さあマトリョーシカ開始、マトリョーシカを開始していくぜ。はい、これね、これ今だいたい1時間くらい触ってるんですよ、まやかしデッキ。あのね、いよいよ疲れた、これもうこれ右手疲れんだよ、まやかしデッキね。これ初手のね、進化するのクソめんどい、マジで。もうちょっと飛ばしいよ、これ本当に。誘発ないから飛ばしいっすか、マジでめんどくさいんですけど、これ。はい、天狗出して、でダッキ効果、これ一番やばいのはダッキが墓地に2枚落ちるときが一番やばくて、そのなんかダッキってさ、フィールドに1体しか存在できないくせに、なんか墓地に2体いると、なんか両方ともね効果発動するか聞いてくるんだよ、ガチでうるさい、あれ、マジで黙ってよってなる。で、回転効果、会合墓地送っといて、はい、で、構図セット、エンド、OK、まあそこそこ理想的な展開。何デッキですか？あ、ロットルですね。了解です。了解です。魔導陣ですか？了解です。了解です。マジでくたばりやがれ。あ、なに？なに？コズミックサイクロン対策してくんじゃねえ、てめえ。くっそ。どんだけ多いの、ブラックマジシャン。ブラックマジシャンしかおらんやん、この、ね、このなんか環境。やばいんですけど。嫌いだわー。俺こんなにブラックマンシャンデッキがね、あの遊戯王やってて嫌いになったことないね。俺一番好きなデッキだったのに、神やってる時は。リンクスやって俺こんなに、こんなにブラックマンシャン嫌いになるかっていうぐらい今嫌いになってるからね、今この世で一番ブラックマジシャンデッキが嫌いです。なるほど。トゥー、うるわし、うるわしのまやかしダッキの効果を発動、あ、違う、間違えた。つらのまやかし、雪娘の効果発動。特殊召喚し、特殊召喚に成功した場合、アンデッド族を送れる。ホムラガミ出すしかないんだよな、多分。打点がかけてないから、3500なんでしょ ?3500 だから、打点勝てないから、多分これこうするしかなくて、で、スキル発動して、アバイをしていく。で、このモンスターどっか行かして、で、これでエクストラデッキから知らぬ妹出せるようになりました。で、用途知らぬ行こうかと。で、8除外して、これがね、やっぱね、強いんだよね。このなんか3ターン目で、ホムラガミがポンって出てきて、ホムラガミ効果で、3枚破壊できるんですよ、これ。最大。強いでしょ。これ強いよな。これ強いんだよ。で、カード破壊していく。はい。はい。はい。オッケー、されました、オッケー、効果でレベル、8出てくる、手札から、オッケー、弱い、オッケーオッケー、手札から出てくる、手札から出てくるのクソ弱い。なるほど、なるほど、これはこうですね。今Q をね、これ結構いろいろ選択肢あってさ、キツネとかでさ Q 墓地送ってさ、もう一回 Q 出すっていうこともできるんだけどさ、じゃあおらくたばれブラックマジシャンか。会話で使うとかマジ舐めてるよな、これ。
本当に喧嘩売ってるとしか思えない、ほんまに。ごめんね、珍しいマッチアップきた。今日初めての木馬だ。木馬デュエル、いいね。なんかやっぱこうやってやるとさ、顔全然違えな、木馬くん顔全然違うやん。え、あ、いいんすか、そういう感じ。まやかし回転していこう。まやかし回転の効果を発動。雪娘手札に加えます。で、ダッキーに、ダッキーにで、雪娘。これワンキル取れないのかな、ちょっと若干残念なんだよね。その絆の力とかにすると、一応その2900と1000なんですよ、打点の、フィールドの盤面の打点が。だから一応絆の力にするとか、粉砕とか、そういうのにすると、打点4000超えるんですけど、まあ、それがね、カオスハンター、ああ、キャシーカオハンター、やばい、キャシーカオハンはやばい、うわー、キャシーカオハンやばい。隣接セット、インが切断するしかないか、インが切断をするしかない。こいつはいける、まだいける、まだ参る。あ、あ、そっか、ちょ、何これ、インガ先生打ちなくね、俺ちょっと待って、冷静に考えたらこれインガ先生打ちなくね、これカード除外できないんでしょ。え、何これ、どういうこと。